高めたかの大騒ぎ。そう焦れば焦るほどにもう大変どうしよう。ドナルド、ドナルド、ドラゴダック。運が悪くても弱音吐かずに、彼こそ真のヒーロー、本当さ。みんなが待ってたドナルド、ドナルド、ドナルドダック。聖徳太子かっこノーパンは小野妹子と共に遣隋使になった。皇帝煬帝に会うため船で洛陽を目指していた。歴史的に有名な書が完成し、どう数時間後ついに洛陽に着いた。煬帝怒る洛陽へ。あー着いちゃった、緊張する。皇帝陛下、和国より使者が参ってます。和国から？和国の王からの手紙を持ってます。よし通せ。ジャップめ、まさか隋の皇帝が国民の記憶を操り人間になりすましているタコタコ星人とは夢にも思うまい。お邪魔します。あれが皇帝か、思ってたのとなんか違うな。何考えてるか分かんない感じだし、やはり大使の身分は隠しておいた方がいいですよ。うん、じゃあ聖徳マシンガン大使とでも名乗るか。いや、それでは聖徳大使ってのがバレバレですよ。大使なかなか挨拶しないな。そうか、じゃあ聖徳ビバリーヒルズ大使ってのはどうだ。ほんとバカですね大使。またバカって言った？お前一日に何回バカって言や気が済むんだ、こら。10回は言いたいですね。挨拶しろよおい。あ、すいません皇帝陛下、僕は和国の王より賞を授かってきました小野妹子です。そしてこの人はうんこ大好きうんこ丸です。どういうネーミングセンスしとんじゃこら。やめてください。しょうがないでしょ、とっさにいい名前浮かばなかったんだから。この野郎くらい。何揉めてんのか知らんが、早く国書を見せてくれんか。あ、はい、ちょっと待ってください、今やっつけますんで。やこれが和国の王の書か。いいずるところの天使、将非没するところの天使にいたす。ベロンベロンになっちゃった。もうこれまぶたじゃない。なんだこれは、こんな無礼な書があるか。陛下、何をお怒りに。何か不適切な表現でもありましたか。よもぎ終わりだ。まずこの隋を非没するところと書くのが気に入らん。それに和国ごときの王、この隋の皇帝と同等に天使と書くのが許せんのじゃ。宇宙人だと思って波取ってあかんよ。確か小野の妹子と言ったな。それにうんこ大好きうんこまぬ、二度とその面を見せんなよ。あと倒れんの遅いな。おい畜生、なんであんなに怒るんだよ。逆にこっちが腹立つわ。そうか、隋の皇帝は和国の王に対等に話されること自体心外だったのか。甘く見すぎていた。で、結局何がいけなかったんだ。私の歯並びかな。あんたの歯並びはどうでもいいよ。いいですか、隋の皇帝にとっては隋こそが世界の中心、その他は取るに足らない国。したがって天使は隋の皇帝ただ一人というわけです。そういう考えがこの国の基盤にはあるんですよ。もっとへりくだって文章を書くべきでしたね大使。へい、お手。人の話を聞かんかいこのあまりが。だってワンちゃん大好きだもん。とにかく手土産でも持って謝りに行った方がいいでしょうね。しかし妹子、手土産だってさっきもらった塩ぐらいしかないぞ。ギャー、早くどけろ犬を。さっきはどうもすみませんでした。二度と来るなと言ったろうが。あ、すごい怒ってる。ほら大使、土下座して早く。なんで私が。お前が白い。僕にはプライドがあるんで無理です。私にだってプライドのプの字ぐらいあるわい。大使のプの字はプータローのプでしょ。誰がプータローだこら。アホか、殺生だ。いいから早く土下座してください。お前が土下座しろこら。嫌ですよアホ。いや、そうはならないだろう。あ、そうだ、皇帝陛下に手土産を持ってきたんだった。ほら大使、これどうぞ。ふん、土産ごときで私の機嫌は。あ、火つまずいた。ギュアー、わかりゃ、私の唯一の弱点が塩だとなぜわかった。そうだったんすか。こんなアホなジャップどものためにむねん、極端に無念。死んだ。こうして二人は計らずも地球を救った。宇宙人の洗脳は解け、後に長安で本物の皇帝が地下牢から救出されたが、二人の遣隋使は知る由もなかった。あ、走った。でもこれでやっと遣隋使の旅も終わりですね。さよなら中国大陸。妹子、家に帰るまでが遠足だぞ。遠足。